恵み深い天の神様、この朝はありがとうございます。この日を主は作ってくださり、私たちが神の宮でこのようにあなたの皆を賛美し、またあなたの御言葉を開き、またあなたの御心に導かれて祈る時間を心からありがとうございます。私たちは罪人ゆえ祈りすらも自己中心になってしまうものでありますが、こうして神の民が共に集まり、またあなたの御言葉に聞き、祈りを神によって導いていただくこの時間を本当に与えてくださっていることをありがとうございます。私たちが御心にかなう祈りをしていくことができるように助けてください。感謝してイエス・キリストの名前でお祈りします。アメン。ご着席ください。本日は第一歴代史の17章7節から15節です。 First Chronicles Chapter 17 Verse 7 to 15。第一歴代史の17章の7節から15節を一緒に見ていきたいと思います。First Chronicles Chapter 17 Verse 7 to 15。私が奇数節を読みますので、皆さんで偶数節をお願いします。最後の15節は全員で読みたいと思います。第一歴代史17章の7節から15節。今私のしもべダビデにこう言え、万軍の主はこう仰せられる。私はあなたを羊の群れを追う牧場から取り、私の民イスラエルの君主とした。そしてあなたがどこに行ってもあなたと共におり、あなたの前であなたのすべての敵を立ち滅ぼした。私は地上の大いなる者の名に等しい名をあなたに与える。私が私の民イスラエルのために一つの場所を定め、民を住み着かせ、民がそのところに住むなら、もはや民は恐れおののくことはない。不正な者たちも初めの頃のように重ねて民を押さえつけることはない。それは私が私の民イスラエルの上に裁きつかさを任命した頃のことである。私はあなたのすべての敵を屈服させる。私はあなたに告げる。主があなたのために一つの家を建てる。あなたの日数が満ち、あなたがあなたの先祖たちのもとに行くようになるなら、私はあなたの息子の中からあなたの世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私のために一つの家を建て、私はその王座を起こし得るまでも固く立てる。私は彼にとって父となり、彼は私にとって子となる。私は私の恵みをあなたの先にいた者から取り去ったが、私の恵みをそのように彼から取り去ることはない。私は彼を私の家と私の王国の中に常しえまでも立たせる。彼の王座は常しえまでも固く立つ。皆さんで一緒に。ナタンはこれらすべての言葉とこれらすべての幻とをそのままダビデに告げた。ありがとうございます。本日のこの17章ですが、神殿について、神様の神殿について、こうダビデが神様の神殿を建てたいというそういう思いを持つところから始まっていきます。でこの11章前の16章のところを見ていくと、ここには礼拝の回復について書いています。ダビデは礼拝というもの、そしてそのための必要な契約の箱というのをエルサレムの方に運び込んで、この契約の箱、神の箱を大切に置き、そしてそこでこう真の礼拝を捧げる、そういうプロセスがこの16章1章前のところまで書かれています。16章で神様を礼拝する場所というのをエルサレムに移し、真の礼拝というのをいろいろと部族を分けて整えていったあと、今日の17章でじゃあこの神殿を神のために神殿を建てていきたい、
そういうビジョンをダビデのうちからこう与えられてきます。17章の1節、ダビデが自分の家に住んでいた時、ダビデは預言者ナタンに言った。ご覧のようにこの私が杉材の家に住んでいるのに、主の契約の箱は天幕の下にあります。この天幕という中にある、でもそのために必要なこう建物というのを建てていくべきじゃないか、自分は杉材の家に住んでいるのになぜ神が天幕なのか、そういう思いを預言者ナタンに相談していきます。預言者ナタンはこのダビデの心を聞いて2節でこのように答えています。あなたの心にあることを皆行いなさい、神があなたと共におられるのですから。このエルサレムでの礼拝の回復というのをこうそばで見てきたナタンは、本当にダビデが心を尽くし思いを尽くし知性を尽くして私たちの神を愛そうとしている姿を目の当たりに見てきました。その預言者ナタンにとってダビデが次には今度は神様のための神殿を建てたい、神が入るべきふさわしい入れ物を建てたいというビジョンが与えられたことを聞いて、もう神様はあなたと共におられるからあなたが思うようにやったらいいよと、そうアドバイスをするんですが、しかしこのあと3節から見ていきますと、神様の御心はそうではなかったことがわかります。預言者ナタンはあくまでも神の言葉を預かって伝えていく預言者の仕事ですけれども、この一節のダビデの言葉というのがそれまでの礼拝の回復のダビデの姿、そしてそのリーダーシップ、その信仰の姿勢を見ていたナタンにとって、もうまさにあなたがそう思ったんならもうそれは神様喜ぶことじゃないかと、神様に聞かないでナタンの気持ちで、ダビデを見てきたナタンの気持ちでアドバイスをしてしまったのが二節でした。当然神様を入れるための素晴らしい建物が必要だ、私がこんないい家に住んでるのになぜ神は天幕なのかというこのダビデの思いに、神様がノーって言うわけないんじゃないかとナタンは考えて、神は共にいるからいいんじゃない、思ったことやったらいいよとアドバイスしたんですが、しかし神様はナタンに、いや私の思いはそうではないということを3節から話していきます。そして、この7節からのところ、今私のしもべダビデにこう言えと、ナタンが神の言葉として預言者としてきちっとダビデにこう言いなさいという言葉が今皆さんと一緒に読んだ7節からの部分になってきます。神殿をどう捉えるのか、神の王国をどう捉えるのかというそういう話に進んでいきます。神様はこのようにダビデに言えとナタンに言いました。それはまず7節で、ダビデを王にしたのは誰か、ダビデを王にしたのは神様であり主であり、羊の群れを追う牧場から、羊飼いだった彼を取って私の民イスラエルの君主王としていった、羊飼い羊をまとめる仕事から、このイスラエルの民、神の民をまとめる仕事に神様が取って任命した。イニシアティブは神様であるということ、まあ、確かにこのダビデが王になっていくプロセスというのは、彼はもう羊を飼っていて、サムエルの目にもまだ止まらないような少年だったにもかかわらず、神様が選んで後の王として油注ぎをした、完全に一方的に神様の方が選んでこの王国の王に、神の民のリーダーと立ててくれた。神様にイニシアティブ、主導権があるということをここで7節でダビデにまず確認すること、そして同時に8節にあるように、どこに行っても神様はダビデの歩みというのを祝福してくださり、この国のリーダーとして本当にふさわしく整えていくと。で、9節からこの神殿の部分になってくるんですけれども、この民というのをエルサレムこの約束の地に神様は定住させてくださり、そこで裁きつかさという神の言葉を伝えていく人たちを任命していく、これ9節10節こうなっていくわけです。そして10節の後半で、主があなたのために一つの家を建てるというふうに言います。ダビデが神様のために、神様が天幕なんかじゃダメだ、神様によっとこういう家を建てよう、神様のためにダビデが家を建てるんではなくて、
主がダビデのために一つの家を与えると。神様は、神様が選んだイスラエルの民のリーダーであるダビデに心配してもらうような必要はないって言ってるんですね。むしろ私、神様の方がこのダビデに家を建てる。でこの家というのはもうダビデは素晴らしい宮殿に住んでましたけれども、そのダビデが住む宮殿ではなくて、この神の国、ダビデが治めるべき、このダビデが治めている神の国というのを私が建てていくんだということを神様は言っていくわけです。実際ダビデ王朝というのは40年その後続き、そのダビデの息子であるソロモンがまたその後40年このイスラエルという王国を引き継いでいくわけです。でもここで言っているこの王国というのは、ただ単にこのイスラエル王国、ダビデ王朝、そしてソロモンのリーダーシップのもとのイスラエルの王国というだけではありません。もちろんその神の民であるイスラエルの国というのを治めていく役割をダビデに与えて、ダビデ王朝を繁栄させてくださったのは神様です。そのダビデの息子に、ソロモンにもそのリーダーシップを与えたのも神様です。しかしここで言っているのは、そのダビデ王朝であるイスラエルの国のことだけではなくて、神様は神の国の責任においてもここでこのダビデに伝えたかったわけです。この後の部分のところですけれども、11節12節、あなたの日数が満ち、あなたが私の先祖たちのもとに行くようになるなら、私はあなたの息子の中からあなたの世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私のために一つの家を建て、私はその王座をとこしえまでも固く建てる。13節、私は彼にとって父となり、彼は私にとって子となる。これはイエス・キリスト、後に来るイエス・キリストのこと、また神の国の存在のことを神様は伝えています。これと同じような言い回しが第2サムエルでも出てくるんですけれども、第2サムエルの7章で出てくるんですが、その第2サムエルの7章では、このダビデの息子であるソロモンのことを指して、次のダビデ王朝のイスラエル王国のリーダーのソロモンの繁栄のことを言っています。しかしここのところでは、ここで言う彼というのはソロモンではなくて、後に来る救い主であるイエス・キリストの国、まあ、完全なる神の国が完成することを教えています。あなたの息子の中から、彼の王国を確立させる。ダビデの息子の中から、これはこの息子の中のソロモンを取るという意味ではなくて、ダビデの家系から、ダビデの子孫から彼の王国を確立させる。この彼、イエス・キリストの王国、すなわち神の国を確立させると言っています。そしてこの彼、イエス・キリストは神様のために一つの家、これはこの地上にある神の国を建てて、そしてその王座を常しえまでも固く建てる。神の国は永遠に続きますから、この地上は滅びてしまいますし、神殿は滅びてしまいますし、またそのダビデ王朝のような王朝も滅びていきますが、神の国は滅びることがない。その神の国をこう彼に固く建てると。で、彼にとっては神は父であり、そして神様から見たらイエス・キリストは子であると。このイエス・キリストをこの地上に送る、それをダビデの家系から表していって、この地上での神の国を完成させていくということを神様はここでダビデに預言を通して伝えていきました。メシア預言と言われるものですけれども、神様はここの時にしっかりとダビデ、あなたは本当に神様を愛してくれた、そして神様のこの神殿を心配してくれた、しかし神様がダビデを通してこの神の国をこの地に実現させていくという予言をここで立てていってくれているわけです。神様というのは神殿を求めてはおられません。どれだけこういい神殿、高いもの、いいもの、そういうものを信じて求めておられるのではなくて、神様はイスラエルの民と一緒に幕屋を通して旅をしていかれたように、どういう建物に自分を入れるかではなく、民の心がどういう思いで礼拝をしているか、場所ではなくて、どういう思いで自分の愛する民が自分をこう礼拝してくるのか、そこに一緒にいたいと、そのように思われているということ。そして礼拝というのは、
自分がいい、これこそ素晴らしい場所だと思うものを捧げていくことではなくて、神様の御心にかなったものを捧げていくということ。私たちにとってこれが最高の礼拝です、これが最高の建物ですと思って捧げるのではなく、神様が何を最高と思われるのかというものに御旨に沿って捧げていくということ。そして神の神殿、建物、見える建物ではなくて神の王国、Kingdom of God、 God's Kingdom、 神様の国を表していくものとして、この地上で礼拝を捧げていくということ。神様にとってはこの神殿というのは礼拝するべき場所であって、建物が大事なのではないということをここでダビデに確認していきます。私たちは礼拝を始め、教会を始めていくというときに、じゃあ教会を始めましょう、じゃあまず街道どうしましょうかではなくて、まず本当に教会を神様が示してくださったと思ったときに、共にクリスチャンが集まって礼拝するところから始まっていきます。一緒に家庭であっても、誰かの家に集まったり、また小さな集会場を借りたりしても、イエス・キリストを信じる民がそこに集まってイエス・キリストを礼拝するところに教会は存在し、そのゆえに街道が必要になってきて、街道をこう準備していくわけです。礼拝が先にあり、そこに神の民が存在し、そして礼拝堂がこう与えられていく。この後にソロモンは神殿を完成させていきますから、神様は神殿はいらないよ、そんなものは全く無意味だと言ってるのではないということ。ただこのダビデの時には、まず神殿を建てることよりも、このダビデを通して神の王国が後に必ず建っていくこと、その礎をきちっと作っていくことと、そしてその神殿を将来的に建てていく準備をしていくこと、ダビデのこの志を形にしていったのはソロモンです。しかし神様は早くダビデにしなさい、そういうものが神にとっての神殿ではなくて、真に礼拝する神を愛する思い、そしてこの神の王国をこの地上で実現していくことを神様は願っておられるということが今日の箇所からよくわかります。14節、私は彼を私の家と私の王国の中に常しえまでも立たせる、彼の王座は常しえまでも固く立つ。今日の箇所を見るときに、ダビデが心配したのは神殿でした。しかし神様が告げられたのは神の王国のことでした。建物ではなく、神様の御国がこの地上で形となって現れていくように、そしてそれが今の私たち教会です。教会堂ではなくて教会です。建物はいつか壊れてしまう、しかしイエス・キリストを信じる旨、そしてそこにある神の国というのは永遠に続いていく。神様はダビデにそれを大切にすること、それを予言されたのが今日の箇所です。このダビデに言われた神の言葉が今もこうして実現し続けていることを心から嬉しく思います。この地上にたくさんの教会があり、そして教会は教会堂、礼拝堂ではなくて、そこにイエス・キリストを信じる、このダビデに語られた言葉がその通りになった、それが実現し、この神の国、本当にまだ罪の中にある、この世の中にある神の国ですが、これが本当に福音が伝わっていくときに、この神の国がどんどん広がって、この地上でつないで祈っている、その祈りの手が、この地上で終わったときにも、天においてもまたつなぎ続けられる、永遠のこうコネクション、永遠のこう祈りというのが続いていくことは、神様から見たときに、なんと大きな恵みであり、なんと大きな祝福となっていくことでしょうか。お祈りを捧げます。恵み深い天の神様、私たちはすぐに目に見えるものであなたへ愛を表そうと、あなたに感謝を表そうとしてしまいます。ダビデも同じでした。ダビデは神様を本当に愛し、また自分を羊飼いから取ってくださった神様のために何かしたいと、そのように願って街道を、神殿を思いつきましたけれども、しかし神様の御心は大きな神殿をダビデに建てさせることではなくて、このダビデの家系を通してダビデを用いて神の国をこの地上に置くことでした。そして神様、そのダビデの志をまたソロモンが継ぎ、そしてそのずっと続いてイエス・キリストが生まれ、また私たちがイエス・キリストを信じるようになり、このように神の教会、神の国が
この全世界の至る所にあることを覚えてありがとうございます。特にこのカナダを歩いていると、バンクーバーを歩いていると、すぐに教会があちらこちらに見えてきます。日本ではなかなか目に見えない部分もありますけれども、ソウルなどに行ってもどこを見ても十字架が光っています。本当にそれだけ神様を信じ、神様を愛している群れが広がっていますが、しかしそれは目に見える建物であり、実際はその中にあなたを信じる神の国が存在していることを覚えてありがとうございます。私たちのこの BJGC も、この建物も今だんだん小さくなってきています。人数がいっぱい入ってきています。すごく感謝なことです。私たちがもっともっと神様の御国を広げるためのいろいろな活動をするために、礼拝堂が必要だ、もっと大きな建物が必要だという声もあり、まあそれも素晴らしいことだと思います。しかし私たちがその建物を建て上げることにフォーカスしていくのではなくて、神の国を広げていくことにフォーカスしていくことができるように助けてください。イエス・キリストを神様として褒めたたえる群れが大きくなっていくことを、そして強くなっていくことを、そして深くなっていくことを私たちが祈っていく、その祈りの結果として主は必要なものを与えてくださいます。必要な建物も入れ物も与えてくださいます。私たちがその入れ物にフォーカスを当てるのではなく、目に見えない神の国の広がりに目を留め祈り続けていく群れであるように助けてください。今からひととき、神の国の広がりのため、私たち一人一人が神の民として神様を喜び、心から真の礼拝ができるように、またこの BJGC がこの神の王国の存在としてこの地で豊かに成長し、栄光を表していくことができるように覚えておいた時を持ちましょう。